このパパちゃんどうして死んじゃったの？どうしてって？パパちゃんがあるといいな。トシコつまんないわ。だってトシちゃんママちゃんこんなに可愛がってあげてるんだからいいじゃないの。じゃあママちゃんもうずっとお家にいてくれる？ええ、もうずっとお家にいるわ。あ、今度あっちのお池の方行きましょうね。まあ、高石さん、かわいいお嬢ちゃんね。あなたのお子さん？いい、姉のとこの。へえ、お姉様のお子さん？え、そう。まるで、あなたのお子さんみたいね。いい、あの。ママちゃん。これ食べていい？じゃあごめんなさい。あの人誰？ねえ誰よ。あの人ね、ママちゃんと同じ病院の人。じゃああの人も看護婦さん？ええ、そう、看護婦さんよ。ちょいとあんた、あんたまさか病院の規則を知らないんじゃないでしょうね。知ってます。そんならなぜ？私、規則にある独身っていうのはたとえ過去に結婚の経験があっても現在独身ならそれでもいいと思ってたんです。規則にだって一度結婚した者は雇わないとは書いてありませんし。そんなこと弁解にならないわよ、子供まであるくせに。ねえ、そうよね。実は私には女の子が一人あります。その子があればこそ私はここでこうして働かせていただいているんです。まあ呆れた。ちょいと呆れたわね。ええ、がっちりしてるわね。
ねえ皆さん、今まで皆さんに隠していたことはすまないと思います。でも私としては夫に別れてただその子のためだけに働き続けてきたんです。ねえ峰沢さん、今日までの私の事情を一通り聞いていただけないでしょうか。その上でもし私が悪かったらいくらでも責めてください。どんな制裁でも受けます。ええ伺うわ。さあ何でも言いたいことをおっしゃいよ。私には早くから親同士の許した因果付けがありました。ちょうど私が18の時、父がある事業で失敗すると、それが元で私たち婚約もそのまま解消しなければならないことになったんです。その時私の夫は一家の反対を押し切って私を連れて東京へ出てきたんです。でもその結婚生活は決して幸せじゃありませんでした。結婚して1年経ったちょうど私が19の春、夫はその頃流行ったたちの悪い風に侵されて、たった四五日床に着いたきり、まるで夢のように亡くなってしまったんです。その時私はもう妊娠8ヶ月の体でした。夫の死後、私はある病院の施療室で女の子を産みました。薄暗い病院のベッドの上で、その子の先々の長い生涯を考えると、私はどうすればいいのかと本当に途方に暮れました。でもその子こそ夫が私に残してくれてったたった一つの形見です。私は自分の身がどうなろうとも石にかじりついても、その子を自分の手で育てなければなりません。それで私はいろいろ考えあぐんだ末に、子供を姉夫婦に預けて看護婦会の看護婦募集に応じてみたんです。するとそれが幸せにも合格して、現在こうして皆さんのお仲間に入れていただけるようになりました。今日まで身の上を隠していたのは、子供のある体がなんとなく気まずくて、つい打ち明けてお話しする勇気がなかったからです。今になって考えると申し訳ないと思います。でも私としてではたとえ身の上を隠しても親子二人が生きていく道を探さなければならなかったんです。ねえ峰沢さん、あんた今の話聞いてもまだ高橋さんを責める気なの？高橋さんごめんなさいね。そんな事情があれば私だってきっとあんたのようにするよりしようがないと思うわ。では許してくださいますの？ええ、もちろんよ。今日から私たちあんたの味方になるわね。どう皆さん？ええ、なるわ。なりましたわ。そうですね、もちろんよ。じゃあね、みんなね、今高橋さんに聞いたことはね、この場限りで一切口にしないこと。もし不調さんにでも知れるとね、またなんだかんだってうるさいからね。じゃあ賛成の人は手を挙げてちょうだい。あんたたちみんなどうしたの？うるさいわよ、あんたみんなどうしたのよ。うん、何が賛成です？こんなに大勢何のためにこの部屋に集まってるんです？消灯時間後はよその部屋行っちゃいけないって約束忘れたんですか？さあこの部屋以外の人はみんな自分の部屋を変えなさい。さああなたはあちらの部屋行ってらっしゃい。峰沢さん、どうせまたあなたでしょ、みんなを集めたりしたのは。本当にしょうがないし。明日朝8時までに私の部屋いらっしゃい。分かりましたね。きっとですよ、きっとですよ、はい、きっとですよ、きっとですよ、はい、きっとですよ。私と一緒に副院長先生のお部屋いらっしゃい。あの、私クビなんでなんでしょうか？黙ってついていらっしゃい。みんなこっち向いてよ。皆さんはもうお互いの間に大体お分かりになってと思いますが、私たちの同僚峰沢春子さんが佐藤府庁のあまりにも厳格な規則一点張りの取締り方針の犠牲になって、今まさにこの病院から追い出されようとしているのであります。誰もありがちなほんのわずかな過失をこれこそとばかりに院長や副院長に上申して、ただ自分一人の信任を得ようとするような
そんな利己的な、そんな不人情な、そんな冷酷な人を私たちは不調としていただいているに忍びません。そうでしょ、全くでしょ。ねえ若井さん、本当に峰沢さんが解雇になるのかどうか、私はただ峰沢さんが不調さんに連れられて副院長室へ入るのを見ただけなのよ。大丈夫大丈夫、あんたは何も心配ないでしょ。いらっしゃい。そこですべからく病院当局に迫って、佐藤市長の信任を唱え、同僚峰沢春子さんも私たちの手で救わなければなりません。あら、みんな何してんの。ちょっと私に喋らせよ。あら、皆さんご報告いたします。今回当津村病院の院長津村博士のご子息幸三さんが小児科医学についての研究論文によって新しく博士号を受けられることになりました。それについて当病院でもそのお祝いをすることになり、ただいま吉村副院長から私にその余興係を命ぜられました。ちょっと待ってよ。それであんたの首はどうなったの。首、あんたは首になったんじゃないの。よしてるも縁起でもない。なんだつまんないの。せっかく私たち張り切ってたのに。そうよ、せっかく張り切ったんだが、あんたこの際一目に首になっちゃいなさいよ。変なこと言わないでよあんた。それで皆さん、当日のプログラムはいずれ改めてご相談いたしますが、ただ一つ特に吉村副院長からお名指しのものがあります。それは高石勝恵さんの読書であります。困るわ峰沢さん、読書なんか私できないわ。あら嘘おっしゃいよ、あんたお正月の宴会の時歌ったじゃないの。吉村先生ちゃんと覚えてらしたのよ。そりゃあの時は皆さんに無道書飲まされたんで、私夢中になって歌っちゃったのよ。ダメダメ、あんた断る理由にはならない。ねえ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 。私ごとき取るに足らぬ一介の青年のために、副院長をはじめ皆様方このような盛大な祝宴を申してくださいましたこと、私身に余る光栄と存じ、ありがたく厚く御礼申し上げます。幸いこの度博士号を得たとは申せ、依然五科の9話も取るに過ぎないのでございますが、したがって将来私が名実ともに一人前の医者になれますかどうかは、ひとえに皆様のご指導と、ご講演を得なきゃならないのでございます。どうか今後ともなお一層の、ご講義をお示しくださいますようくれぐれもお願い申し上げます。それからちょっとご紹介いたしますが、ここにおられます、木村医学士は幸三君の昔からの親友でありまして、今席この我々の集まりのために熱海からわざわざ出てこられたんであります。これは特に皆さんと共に厚く礼を申し述べたいと存じます。木村君どうもありがとうございます。私も何か一言申し述べるべきでありますが、元来、私と津村とは学生時代から貴様俺で通した中で、今さら改めて祝辞を述べますのもかえってそらぞらしく思われますんで、わざと差し控えます。しかし皆さん、どうか津村のために素晴らしく美しい、そうして優しい、惚れ惚れするようなお嫁さんを見せていただきたいと思います。曲目はベートーヴェンのムーンライトソナタでございます。ではお嬢様お願いいたします。
狙いたがわずかな目をは走りと生きてやわ海に泳ぎは空に昼僕がお前に口を聞くのも今夜限り。会社。1月の17日、みや、今夜のことをよく覚えておけ。来年の今月今夜、俺はどこでこの月を見るのか。再来年の今月今夜、いや、10年後の今月今夜、俺は一生政治で今夜のことを忘れないぞ。忘れぬものか。会社。来年の今月今夜、きっと俺の涙でこの月をこぼらせてみせる。ほら、今のように月が曇ったら、この会社はどっかの果てでお前を恨んで泣いてると思え。そんな悲しいこと言わないで、ねえ、会社。話せ。俺は今から一生を生きがいなって暮らすんだ。この恨みは生きながらの悪魔となって一生お前を恨んでやる。それはあんまりです、あんまりです。若い人、私が言うことも一言だけ。話せ。心の腐った女か。ごめんなさい。ではいよいよお待ちかねの高石克恵さんの独唱でございます。曲目はドリゴのセルナーデで、伴奏は近衛秀丸氏の指揮による新興教楽団と申し上げたいのでございますが、残念ながら無伴奏でございます。君ちょっと待ってまい。ねえ、伴奏なしじゃ気の毒だ。お前弾いてあげん。いやよ。だってお前ドリゴのセレナーデなんかしょっちゅう弾いてるじゃないか。だってアマチュアのために伴奏なんて、私一度だってやったことないんですもん。そうか。ただいま無伴奏と申し上げましたが、これには特別のご厚意によりまして、新博士津村光三様の伴奏がつきます。すみません、恐れ入ります。いや、かえってあなたの歌をぶち壊すかもしれません。我慢してください。墓地の方へ抜ける途中に永宝寺っていう寺があるんですよね。そこが僕のうちの菩提寺なんですよ。ついでにちょっと墓参りしていきたいと思うんです。どうです、寄ってくれませんか。どうぞ、私もお参りさせていただきますわ。あのお堂は愛禅堂って言って、本尊は愛禅明王なんだそうですが、ここじゃお寺よりもこのお堂の方が有名なんですよ。
何か言われのあるお堂なんでしょうか。さあ、どんな言われがあるか。本尊はとにかく足利時代のもんなんだそうですよね。しかし名高いのは本尊よりもむしろこの木なんですよ。この木？これはカツラの木なんですがね、昔から愛禅カツラって言われて、この木に捕まえながら恋人同士が誓いを立てると、たとえ一時は思い通りにならなくても将来は必ず結ばれるっていう言い伝えがあるんです。まあ、ねえ高橋さん、嘘だと思ってこの木に触ってくれませんか。隠したってどうぞとで分かることなんです。別に隠す気はないんですけど。そりゃね、あんたもその方が好きなんなら今さ、私がとにかく反対したって始まらないけど。なんて言ったってあんたはとしちゃんの母親なんだからね。姉さん、私とし子のことを打ち明けて、それであの方の心持ちが変わるようだったら、それはそれで仕方がないと諦めます。それであんたもその方と何かお約束しちゃったの？ええ、あの方は私を連れて京都行くっておっしゃるんだけど。まあ、服部さんって親友の方が京都の大学病院に勤めてらっしゃるの。だからその方を頼って行って、自分もその研究室へ通うつもりだって。へえ、そう。そこ置いてらっしゃい。おい、俺にばかり飲ませないで、お前少し飲めよ。いや、僕は昼間やるとどうも後が具合が悪いんですよ。それに、どうも、まあ、兄さん、大いにやってください。贅沢に言ったので。それにね、近頃血圧が少し高くなりましてね。血圧が、どうもね、医者といいやつはそういうことはどうもやかましてかなわ。いらっしゃい、おじさん。いや、お邪魔しておる。どうだい、その子。相変わらず。相変わらずか。どうだ、一つ嫁でももらって相変わってみちゃ。まあ、一杯やれ。お前ね、両親の勧めるその縁談を全然受け付けんそうじゃない。実はね、今日その私がその話について呼ばれて相談を受けたわけなんだけども、全然受け付けんということはだな、なんかこの特別な理由でもあるのか、またはこの両親に打ち明けにくいというようなかな。別に言いにくいわけあります。そうすると、つまり両親が勧める縁談をつまり候補者は気に入らんと、こういうわけだな。そうすると、これは我が輩の出る幕じゃなかったかな。しかし、小僧、どうもお父さんたちにはそういうふうには思えんがな。じゃあ、はっきり申し上げます。僕の女房になる女が、名門の医者の娘でなくちゃいけないとおっしゃる。それが第一気に食わないんです。いや、しかしだな、津村家としてはそれが代々の慣習なんだから。そんな慣習は僕にはうなずけません。でもお前、まあ、待ちなさい。では率直に尋ねるがね、名門の娘以外にだな、これならばというような心当たりでもあるか。お前も率直に答えてみろよ。あります。ある？一体どこの、どうして言ってみろよ。いや、申し上げますまい。なぜ？
どうせお父さんやお母さんもお気に入らないでしょうか。しかしさ、いずれは申し上げる時期もあると思いますが、しかし今はまあ申し上げない方が無事です。京都からはいつでも来いって言ってきました。うちにいれば縁談縁談でうるさくて仕方がないしと言って、今あなたのことを言い出したところでとても受け入れてくれそうもないし、いっそこのまま黙って京都行ってしまうと思うんです。明日の晩どうです？明日の晩11時の汽車で新橋を立っていますね。ダメですか？お宅の皆様、私をどんなにお憎みになるでしょう。そんなことは一時ですよ。来てくれますね？ええ、参ります。ねえ、私ちょっと出かけていい？どうぞ。買い物？ええ、いいわ、行ってらっしゃい。あ、坂井さん、あんたとこ電話だって。私に？うん、小遣いはそいつからよ。家計さん、あのね、時田がなんとか変なのよ。え？変って、どうなんですの？今しがた測ったらね、駆動3本あんの。うん、だからあんた、もし来られたらちょっとでも来てくれないかしら。うん、ママちゃんとママちゃんってさっきから言い続けなんだけど。行きますわ。今すぐ行きます。大丈夫。あ、もしもし、木村様ですか？皇后様いらっしゃいますでしょうか？は？ご旅行に？じゃあもう。は、失礼申し上げました。いいえ、別によろしいんです。行ってみてくるわね。どんな様子？そうね。ママちゃん。はい。どうしたの、トシちゃん。近所のお医者様はね、ただの風邪だっておっしゃるんだけど。食欲はありますの？そういえば日が落ち前からご飯もお菓子もあんまり欲しがらなかったようだったわ。ただの看病じゃないらしいわね。私もそう思ってね。あ、そうだ、いいお医者様がありますわ。ついにうちの病院にいらした小児科専門の寺島さんって方が渋谷で開業してらっしゃるんですの。そう、じゃあ私これから行って専門流してこようか。そうね、私が行ってきますわ。初めてお願いするんですから私が行った方が確かですわ。そうね。じゃあトシちゃんおつましくしてらっしゃいね。いい子だから。すぐ帰ってくる？ええ、すぐよ。すぐ帰ってくるわ。ママちゃん、今日トシさんのところにずっと行ってくれる？ええ、ずっといてあげるわよ。ずっといるわ。だからおとなしくして待ってらっしゃい。うん。じゃあお姉さんお願いします。行ってらっしゃい。京都まで2等2枚、急行券もください。Thank you.
これは君心配しなくても大丈夫だよ。はしかだ。はしか。まあはしかでございますか。明日あたり発進すると思います。手当てさえ間違わなければ大丈夫ですよ。よかったわね、トシちゃん。もう安心よ。マナちゃんも今晩はずっといてくれるし、嬉しいでしょ。嬉しいわ。姉さん。何？ちょっと。あのね、私今晩10時に新橋駅までどうしても行かなきゃならない。まあ、今晩？すぐ帰ってくるわ。だってあんた、トシちゃんはせっかく喜んでるんじゃないの。ですから、私行ってもすぐ引っ返してくるわ。そう？じゃあ行ってらっしゃい。今何時？ああ、もうあと25分しかないわ。何時に来ちゃうか。11時6分。間に合うでしょうか。5分ぐらい引っかかんなきゃ間に合いますよ。今度の下りの列車時間と急行神戸行き博士祭り火旅の空一応引っかかりあった大丈夫まあ大丈夫でしょう家でなんかなったんでしょうね。本当ね。それにしてもその相手の人ってのは一体。それがね、おきみさんの口ぶりだとね。なんでも。稲沢さん。高橋さん帰ってますか。ゆうべ外泊にいたまままだ。じゃあ高橋さんの荷物お部屋にありますか。荷物と申しますと。カバン、トランク、その他手回りのもの。あるだろうと思いますけど。じゃあ念のために一応調べますから。あなた立ち会ってください。はい、恩田さん、浜田さん、あなたたちも一緒に。高橋さん、どうかなったんでしょうか。ご本宅から調べてくれって言ってきたんです。あら、高橋さん、帰ってきたわよ。どうしたの、あんた。今見たら荷物がないし、失敗しちゃったわ。高橋さん、どうも遅くなりまして。どうしたんです、荷物なんか持ち出して。あの、姉の子供が少し弱いもんですから、しばらくお暇をいただきまして看病してやろうと思ったもんですから。じゃあ無断で辞めるつもりだったんですね。いい、あの、でももう辞めないことにいたしました。とにかくね、すぐ院長先生のご本宅行ってください。はお嬢様があなたに何か伺いたいことがあるそうです。私に？お願いしますよ。きっとですよ、きっとですよ、きっとですよ。皆さんいらっしゃい。小僧先生がね、ゆうべ家でなったんですって。そのためあんたに疑いがかかってるらしいのよ。気をつけなさいね。浜田さん、何をグズグズしてるんです。わざわざすいませんでしたわね。まあ、どうぞおかけになってちょうだい。は
何か私に。ええ。ねえ、高橋さん、うちの兄は一体どこ行ったんですの？え？あなたご存知のはずね。どうして私がそんなこと。隠さないで言ってちょうだいよ。うちじゃみんな心配してるんですからね。でも、そんなこと私が存じてるはずがないじゃございませんか。そうかしら。じゃあなた、何の必要があって病院裏の暗い通りなんかを兄と二人で歩いてたの？え？私の方にはちゃんと証人がいるんですからね。今さらあなたが兄の家出について全然無関係みたいな顔したって、そう簡単には済まされないことよ。ねえ君や、お前一昨日の晩高橋さんがお兄様と一緒に歩いてるところを見たって言ったわね。はあ、でももしかして人違いだったか。はっきりおっしゃいよ。さっきは確かにそうだったって言ったじゃないのさ。はあ、でもごめんください。ねえ高橋さん、あなたまだ隠すつもり？若先生とご一緒に裏の道を歩いておりましたのは確かに私でございます。でもそれはただ途中でお目にかかって若先生がいろいろと寄宿舎のご様子をお尋ねになったものですから。へえ、そう。家でするほど気持ちが迫ってるのに何のために寄宿舎の様子なんか聞いたんでしょうね。おかしいわね。せっかく東京からおいでやしたのに、何にもおいしいものあれしまへんと。それに板場はこんなバヤではな。いや、バヤさんの釣りよりなかなか結構ですよ。まあ、ではどうぞよろしいわ。マリア、それで何かい？僕はどうも腑に落ちないんだが、昨夜何か急に用でもできてたんだね。君との約束を果たせなくなるような事情でもあったのかい？さあ、そんなことはないと思う。いや、絶対ないと言ってもいいだろうと思うんだ。そうすると、あるいは意識的に来なかったかもしれないな。いや、しかし。いや、さっきからの君の話を聞いてるとかね、どうも君の方が積極的で、向こうが受け身のような気がするんだ。だとすると、こいつは、おい、君は裏切られてるかもしれないぜ。僕はどうもそういう気がするな。そうだろうか。いや、そういうことがなければ結構だが、しかし、女なんてものは、そんな風に気まぐれなもんじゃないのかな。しかし、ひょっとすると今晩でも後から来るかもしれない。それもそうだな。けどのツバメに乗ってれば4時半には着くはずだ。うん、とにかく待ってみよう。それでもし来なかったらどないする？すぐ東京帰るか？さあ。高橋さん、あなた病院を休んですってね。はい。副院長先生がこの辞表は受け付けられませんって。え、どうしてですの？理由はお嬢さんから伺ってください。ではお嬢様、どうぞこちらのお席室で。あ、それ私が預かっとくわ。どうぞ。では私、あちらの病室の方に用事がございますから。ごめんくださいませ。高橋さん、ちょっと。まあ、とにかくこれはそちらをお返ししとくわ。ねえ高橋さん、あなた今病院を逃げ出しちゃ少し卑怯じゃないかと。え？やめるならやめるでちゃんと責任だけを果たしていただきたいわね。そうしちゃいますと何ですか？私が大変無責任なことでも。そうよ、無責任だわ。何がでございますの？そうじゃないの、私の胸に疑いを残させたまま休むなんて。あなたそれで少しも気が咎めないの？では、私にどうしろとおっしゃるんですか？もしあなたがよ、本当に兄の居所を知らないなら、せめてこの辺りだけでも探してみて、その上で寄すのが順当じゃないかしら。じゃあ私に、皇后様のお行方を探せとおっしゃるんですね。まあ、そういったとこね。お嬢様。何？実は私、このままお暇をいただけるようでしたら、お宅様へも私自身にも一番穏やかな方法だと思っておりました。でもお嬢様はそんなにまでおっしゃるんでございましたら、私心を決めて皇后様のお行方をお探しいたします。
どうぞそうしてちょうだい。その代わりもし私が皇后様にお目にかかることができましたら、その時はかえってお宅の皆様方にお嘆きをかけるような結果になるかも分かりませんわ。何ですって？それさえご承知でしたら、私ただいまからでもすぐ行ってまいります。私たちが嘆くってそれは一体どういう意味？それは申し上げられません。まあそんな脅迫がましいことを言うのは後回しにして、とにかくあなたの責任だけは果たしていただきたいわね。じゃあ頼んだわよ。おいでやす。あ、ご飯です。どなたでしょう？あの、私高石でございます。ああ、あなたが高石さん。僕は服部です。はじめまして。あの、私津村さんにお目にかかりたいと存じます。津村いませんよ。え？一度来たことは来ましたが、2、3日で帰りました。まあ、あいつもバカなやつですよ。あなたに裏切られたとかってだいぶ反問してたよ。したが捕まっても3日待ってもあなたが見えないもんだから。それにはいろいろと。いや、僕があなたの弁解を伺ったって何の足しにもなりやしません。じゃあ、あの津村さんはもう東京にお帰りになったんでございましょうか？さあ、どこへ行きましたかね。僕の留守中に出たっきりなんです。失礼いたしました。お帰りですか？もしまた津村さんがこちらへいらっしゃるようなことがございました。あ、そう申します。では。失礼します。旦那様がお帰りでございます。え、じゃあすぐお父様にお知らせして。はい。まあ、お兄様。すいませんでした。
父様。一人か？自活するという話だったがどうした？ねえあんた疲れてるでしょうからお風呂にでも入ったらどう？まだ女中も入ってないようだからね。タケコ見ておあげ。じゃあお兄様。失礼します。あなた、お願いですから、何にもおっしゃらないで、そっとしといてやってくださいませんか。きっと失敗して帰ってきたんです。ぜひ実はその構造もお出迎えに上がらなければならんのですが、ちょっとあいにくそのなんで失礼をしまして。構造君なかなか忙しいと見える。おかげでどうやら。幸三さんのお父さん、わざわざ迎えに来てくださったのよ。どうもわざわざ、美智子でございます。お帰りなさい。どうでした船は？は、おかげさまで。それからこちら青井のお父さん。どうぞ。私こそ。おい、お前学校の手続きは済ましてきたんだろうな。あと3ヶ月休むことにして。休む？ええ。じゃあまた行くつもりか。どうしてきたんじゃないの？だってあと1年というのに、よしやちゃんもったいないですもん。しようがないわね、あれほど言ってあげたのに。だってじゃあ新婚生活はアメリカでやるか。いやそれもよかろう。お荷物はあちらに運んでございます。どうぞ。もうおかけ。何だった？それはわしとお前だけの話だが、実はまだお母さんには知らしてないんだ。病院の経営が近頃難しくなってるということは先だってお前に話をしたな。分からない。お前どうしたらこの窮状を切り抜くことができると思う？わしの考えでは、今のところ中田さんに頼る他に方法はないと思うんだがな。とにかく中田さんは臨床医学の大先輩でもあるし、同時に財産家としても相当の人だ。だからこの際、お話の途中ですが。なんだ？お父様のそのお考えは結構だと思います。で？しかし、この前も申し上げた通り、そのために僕が犠牲になることだけはごめんこもりたいと思います。犠牲？お前はまだ会わないからそんなこと言ってるんだよ。もうともかく一度そのお嬢さんに会ってみなさい。タケ子に聞いてもわかる。元気で明るくてとても気持ちのいい娘さんだよ。
お前だって会えばきっと好きになるよ。あ、タケ子、お前どう思う？中田さんのお嬢さんを。そういう言い方ですわ。お兄様とっても感じの言い方よ。絶対だわ。どうぞ。いらっしゃい皆さん。さあどうぞおかけになって。さあどうぞ。私に何かご用出しって。どんなご用出すの？まずそんなに固くおなりにならないで。さあどうぞおかけになって。もっとお楽におっしゃってちょうだい。お菓子でも召し上がって。どうなったの？では私が申し上げます。どうぞ。まず第一に、今晩ここで申し上げることは絶対誰にも秘密にしていただきたいのです。それはお話によってはね。いえ、絶対にでございます。なぜですの？ある人の名誉のためでございます。わかりました。で、何のお話ですの？お嬢様は私どもの病院の若先生とご結婚を遊ばすつもりでございますか？私が結婚しや、他にお授かる方でもありますの？ございます。おばちゃん、お客様がね、とし子にあげますって。いいことね。何でしょう？お菓子よ、きっと。じゃあ、お嬢様、本当はただなんとなくお尋ねくださったんじゃなくて、何か私に特別なご用でもおありになるんじゃございませんの？いいえ、本当にただお目にかかりたかっただけ。私、あなたって方を詳しく知りたかったんですの。何のためでございますの？さあ、何のためでしょう。私の探偵趣味かもしれませんわ。でもね、こうしてお目にかかったら、私急に一言だけご忠告しておきたいことを思いつきましたの。何をでございますの？私ね、女が一人の人をどこまでも愛し通すということは、とても立派な、とても尊いことだと思いますの。ですから、もしあなたにそんな方がおありでしたら、どんな困難にでも負けないだけの覚悟を持っていただきたい。じゃあ、お嬢様は？私が、じゃあ私伺ってすぐですけど、これで失礼させていただきますわ。でもどうぞもうしばらく。私何ですか、お嬢様にもう少しお尋ねしたいことがあるような気がいたしますの。でもまた折があったらお目にかかりますわ。じゃあどうも失礼しました。すみません。お土産ありがとうございました。お嬢ちゃん、お利口さんね。じゃあごめんください。失礼申し上げました。
様お迎えにならないんですの？木村はとても気にしてますのよ。いや、来てがないんですよ。あら、嘘ばっかり。本当ですよ。おい、津村。頼まれてくんないか。なんだ。患者が立て込んできたから、ちっちゃいんだけ見てくれよ。うん。処理科は君の専門だからな。ああ、いいと。ちょっと診察に出して。嫌なことね、お客様にそんなことお願いして。うん、何かまもんか、その代わり滞在中うんとごちそうするさ。どうぞ。ありがとう。お待ちどさま、どうぞ。さあどうぞ。どうなさいました？はあ、私たち昨日東京から遊びに参ったんでございます。あ、何度なんですか、下駄ほどからこの子が熱を出しまして。ああ、それはいけませんね。どうや、宿で測りましたら37度8分ございました。ああ38度ございます。ああ、そう。じゃあお口開いてくださいよ。ああ、だいぶ喉が腫れてますね。熱はこのせいでしょうかな。はい、大きくお口開いて、ああって、あーとか、あー、ありこありこ。じゃあ胸拝見しましょうか。はい。あ、痛い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 。そんなに痛いかね。はあ、相当痛いですよ。あ、痛い。もう少しだよ、我慢しなさい。やっぱり扁桃腺の熱ですな。大してご心配ないと思います。あ、そうですか。簡単で結構ですから、喉に湿布を巻いてあげて、うがい薬差し上げてきますから、ちょいちょいうがいをさせてください。もう明日あたりは大丈夫だと思います。どうもいろいろありがとうございました。お名前は？高石敏子でございます。え、高石さん？あの高石に、敏が毎日の前という字に、文という字書きます。お年は？5つ。おところは？浜町。え？じゃなかったら越しちゃったんだろうね。あの、ただいま岡本旅館におりますが、東京は大森の山王でございます。以前浜町においでになったんですか？はあ、つい先ほどまで。どの辺ですか？僕はあの、やっぱり浜町に知り合いがあるんです。はあ、あの、六丁目の角を右に曲がった横丁でございました。六丁目の横丁。はあ、あの、それで実は今日午後2時半の汽車で小屋の母親が回るんでございますが、駅まで迎えに行っちゃいけないでございましょうか。お嬢さんのお母さんですか？はあ、これはタクシーの妹の子供なんでございます。ああ、そうですか。いや、ほこりさえお吸いにならなきゃ大丈夫だと思いますから。あ、そうですか。どうもありがとうございました。お大事に。どうもいろいろ心配かけてすいませんね。いいえ、でもね、よかったわ。飛んだな。どう、お父様。まあ、自慢は勝負がついてからにしなさい。あ、危ないわ。大丈夫？あ、すみません。恐れ入りました。おけがしなかった？
あんた、あんまりかけるからよ。どうもありがとう存じました。あの、ちょっと失礼ですけど、このお子様、高橋さんとこのお嬢ちゃんじゃございません？あ、さようでございますけど。あんた、お前このお子さん知ってんのか？ええ、じゃあ高橋さんもこちら来てらっしゃいますの？あなた様は？私、辰村さんのことで一度お宅へお邪魔に伺ったものでございますけど。いや、高橋さん、あら、先日は失礼。私こそ。でも新型がお目にかかりましたわね。やっぱりご縁があったのね。お手紙拝見しましたわ。でも私、あなたを一人ぽっちにまでして自分だけ幸せになろうなんて、そんなにあったなこと考えたくありませんの。あなたをこうしてらっしゃること、津村さんご存知ですの？いいえ、あの、それはいけないわ、お幸せのそのだけは。でも私、もう一生津村さんとはお目にかからないつもりなんですから。どうして？え、どうしてなの？高石さん、私怒るわよ。あなた、私をそんな女だと思ってらっしゃるの？あなたさえ津村さんから離れれば、それで私が津村さんと結婚するとでも思ってらっしゃるんでしょ？でも。でも何なの？ねえ高石さん、今私たちが考えなきゃならないことは、誰が津村さんと結婚するかっていう問題じゃなくて、誰があの方を一番幸せにしてあげられるかということじゃない？ですから、ですから。あなたは病院のことを心配してらっしゃるんでしょ？病院が救われたからって、それが何なの？え、何だっていうの？病院が救われて津村さんが救われなかったら、それは一体どういうことなの？いえ、いえ、お嬢様ならきっとあの方を幸せにしてあげてくださいね。私、そう信じております。そう思えばこそ、いいえ、そう信じればこそ、私もう二度とあの方にお目にかかるまいと。高石さん、とにかくあなたはこう来てらっしゃることを津村さんにお知らせするわ。え、いいわね？いいでしょ？いいえ、そのことだけは、それだけは。じゃあ、あなたは私がこんなに言ってもまだ私の気持ちを分かっちゃくださらないの？あなた、そんな方なの？いいえ、私、どんなにお嬢様の心持ちをありがたく思ってるか分かりません。でも私、それだけに。おお、美智子、何言いたかった？いや、どうも。すぐ東京に帰ることになった。早く支度をしなさい。どうして？今電話でな、津村君が突然倒れたと思った。え？もう脳一血らしいんだ。まあ、いずれにしても急いで帰る。じゃあ、あの、あなたどうなさる？私、あの、じゃあいずれまたね。ごめんください。今日、皆さんにお集まり願ったのは他ではございませんが、私の父の死、その他いろいろな事情がございまして、近々この病院を閉鎖しなければならないことになったのです。どうもあまり突然のことで、皆さんもさぞ驚きのことと思いますが、事態何ともやむを得ないものがありまして、その点どうかご了承願いたいと思います。思えば今日まで、明日に夕べに親しく一つの道を歩いてきた皆様方と、ここに突然お別れしなければならないということ、いかにやむを得ない事情があるとはいえ、誠に胸迫る思いがして立ち難い悲しみを覚えるのでありますが、情は情、事実は事実として、ここに
お別れの言葉を述べなければならなくなったみたいな。なお皆さんに対しましては副院長の吉村先生ともご相談してできるだけのことをいたしたいと考えておりますが、どうか皆さんも閉鎖後の処置方針について今からそれぞれお考え置きを願いたいと思います。まだいろいろ申し上げたいこともあるのですが、こうして親しく皆さんにお会いしていると長い間の思い出が胸をついて思うように言葉が出ます。キリス、おばちゃん、ご飯ちょうだい。姉さん、姉さん。何慌ててんの？どうしたのさ。当選したね、私の作曲が。あんたの作曲？ほら、母の愛っていう歌の作曲。私がここへ帰ってから書いて出したでしょ。ああ、あの賞金500円っていう。ええ、そう。あれは一等当選したの？ええ、そうよ。よかったわね。おばちゃん、ご飯ちょうだい。あ、ごめんなさい。8日の午後、会社来いって書いてあるのよ。うん、8日って言えば会ってね。うん、そうよ。ママちゃんどうしたの？とっても嬉しいこと。トシちゃんの好きなもん何でも買ってあげるわよ。ねえ、私ふっと考えたことがあるわ。これが元で、あんた本当に偉い作曲家になれないとも限らないわね。そんな夢みたいなこと。いやね、あんたがもしそうなれて院長さんのお宅の人たちを見返せることができたらって、そんなこと考えてたの。それ私も反対はしたけど、今だって考えると。なんだか悔しいような気がしてね。ねえお父様。ん？ゆずのご返事聞かせて。何の話だったか。何の話じゃないわ。津村病院のこと。ああ、それか。どうなの？うん。ねえ、どうなのよ。しかし、父さんとしてみれば、お前の持参金のつもりだったんだからな。じゃあダメなの？ダメというよりも、お前が嫁にも行かんのに持参金だけ渡してやるというわけにはいくまいじゃないか。じゃあお父さんは私を持参金がなければお嫁に行けないようなそんな娘だと思ってらっしゃるの？いや、そうは思ったらさ。しかし、いいえ、いいの。そう思ってていただいていいわ。ん？だからお嫁にやるつもりでその持参金を出してちょうだい。いや、お前というやつは実に妙なやつだな。いわば自分が嫌われた男を救うために
どうしてそう一生懸命になるの？私の気持ち、お父様には分かんないわ。お前、もう荷物はいいのか？え、病院に頼んでありますから。じゃあ体を大事にしてね。え、お母様もね。ありがとう。どうも。いや、これはわざわざどうも。実はお見送りというよりもお詫びを申し上げたいと思います。はい、いいさ、そんなことは。しかし、みちこはね、すごく不安だな。まあ、悪いなんかいいさ。みちこさん、どうも、すいません。あなたにだけは本当に申し訳ないと思います。いいえ、どうぞもう何も気になさらないで。私、これも青春の夢の一つだと思ってますわ。私の人生経験が豊かになったことだけでも、かえって私からお礼を申し上げたいぐらいなんですの。でね、君、僕もね、とうとうこいつのために駆け捨てられてきましてね。まあ、君の病院のなんとか面倒見てあげることに決心したよ。うん、こいつの大きみ合いだ。まあ、心よく受けてやってくれたんだ。で、そのことについて近いうちに改めて話し合うことにしよう。ごきげんよう。元気かな？受けてね。あ、こう。お待たせしました。はじめまして。私、高石でございます。また、この度を。いやいや。さあ、どうぞ。あ、母内の作曲は非常によくでした。大変に結構でした。そうでございましょうか。しかし、私の方としては一部分訂正したいところもありますが、直してもよかったんですな。どうぞよろしく。あ、それからもう一つご相談があるんですが、今度の作曲募集はですが、必ずしも作曲を売るということだけが目的じゃなくて、できれば作曲界に新人を発見したいということも一つの目的だったんです。したがって当選者はうちの社の専属作曲家として契約していただきたいという内定になっておるんですが、この点はいかがでしょう。お差し支えありませんか？でも私そんな自信とってもございませんから。いや、謙遜は謙遜として。いえ、決して謙遜じゃございませんわ。それに私専門に作曲を勉強したこともございませんし、せっかく専属にしていただきましても、他の作曲ができますかどうですか？そんな気の弱いことじゃ困りますね。もっと自信を持たなきゃ。でも本当に自信がないんでございますの。これがもし歌う方ででもございましたら。うん？歌う？いえ、あの、歌う方とおっしゃると？遠慮しないで言ってください。あなた歌えるんですか？それもほんの真似事なんですから。それは面白い。どうぞ。どうしたんだ、みんな揃って。あの、先生はこの前この病院におりました高石克恵さんが今度レコード歌手になったことをご存知でしょうか？あ、知ってる。それであの、この15日に陶劇で高石さんの読唱会があるんですが、その日の夕方から私たち5人に外出をお許しくださいませんでしょうか？実はその日の切符を
高石さんから送ってきたんですけれど。先生、お願いしますわ。ご賞ですから先生、どうぞお許しになってね。え先生、いけないね。は5人も揃って外出されたんじゃ病院として困る。でも仕事の方は差し支えないようにしてまいりますから。ただ命名の高級日をその日に繰り上げていただけばよろしいんですけれどね。え先生、いけませんでしょうか。私たち高橋さんへの友情としてぜひ行ってあげたいんですけど。友情、ああそれに先生だってあの祝賀会の場合には高橋さんの伴奏しておあげになったくらいなんですもの。本当なら私たち先生にだって一緒に行ってやっていただきたいくらいなんですけれどね。え先生、いけませんでしょうか。じゃあ聞くわね。あの人は君たちがそんなに熱心に友情を示してやるほどの人かね。はこの病院には看護婦は独身に限るっていう規則があるんだ。あの人には子供があるんだよ。まあ先生それをご存知でしたの。じゃあ君たち党から知ってたのかい。ええ、それでみんなですっかり同情してたんです。同情、ええ、だってお気の毒ですわ。赤ちゃんが生まれた時にはもうご主人が亡くなっていて、それからは子供のためばっかりに幾年か苦労し続けてきたんですもの。あの方はこの子供のためならもう自分はどんなになってもいいって始終言ってらっしゃいましたわ。分かった、そういう事情があったんなら僕としてもあえて止めない、言ってやりたまえ。できれば当日手の空いてる看護婦はみんな行ってやっておけ。ぜひそうしたまえ。人数が分かったら切符を心配してあげよう。まあ、先生ありがとうございます。どうもありがとうございます。あ、レムさん、うん、また来ましたよ。あ、そう、あそこへ飾ってきたまった。君、大変だよ。何がですの。君のね、昔の友達がね、2階の正面に来てるんだ。みんな真っ白なね、この看護姿でね、50人ぐらいいるかな。え、50人、うん、聞いてみたらね、神田の都村病院の連中だしさ。お互いに肩を叩いて武者震い。いよいよ今度よね、うまく歌ってくれすぎるね、うん、高橋さんの衣装すごいんですってね。門輪図でとっても素晴らしい衣装なんですってさ。まあいいよね。いいのよ。静かに静かに。校長先生、校長先生、どこに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 、あら、本当だわ。前で私のと申し上げて恐れ入りますが、2階の正面にいらっしゃいます昔の私の同僚の方々へちょっとご挨拶をさせていただきます。都村病院の皆様、お久しぶりでござります。そうして今晩は本当によくおいでくださいました。皆様が昔のことを忘れなく揃っておいでくださいましたご好意にお答えいたしまして、私も昔皆様とご一緒に働いておりました頃の服装で舞台立たせていただきました。皆さんへのお礼の印にこの姿で歌わさせていただきます。
どうもいろいろお世話様でした。僕、津村です。そうしちゃ、おばちゃんといらっしゃい。僕にも誤解があったし、あなたにも誤解があったと思います。しかし、私トシコの母親です。トシコのためなら。そのことも聞きました。それと聞いた上で、改めて一切を元の白紙に返していただきたいと思うんです。和江さん、もう一度、あの愛染桂のある永宝寺の境内や、病院裏の道を僕と一緒に歩いてくれるような気持ちになってくれませんか。